風の旅人第6ステージです。ここのステージ私結構好きなんですよね。なんか神秘的と言いますか。まず左側に見えてる奥の、壁画ですね、これをオープンです。ここのステージは結構やること多いです。はい、で一番最初の壁画をオープンすると、エネルギーフィールドみたいなのが、でここに光る箱、いつもの光る箱第1個目ですね。でその後はこの魚群を利用しながらですね、どんどん先に先に飛んでいくと、次2階の、今度はあれ、あ、誰かいるな、あ、誰かいましたね。はい、2階の壁画をオープンかけます。ここも特になくてですね、このクラゲっぽいやつを、通りながら次3階の壁画をオープンします。こっからですね、いろいろあるのは。はい、3階の壁画オープン。そしたらですね、これ左側、このまま一回下に落ちます。でそうすると、下に落ちてまっすぐ行くとですね、光る例の箱の2個目がここにあるんですね。こうやって取ります。次にこのまんまぐるっとこう、反時計回りに進んでいきます。でちょうど先ほどの場所の反対側ですね、ここにでかいクジラみたいなやつの巣があるんですよ。ここに入りますね。ここに入ると隠された壁画、はい、これがあります。さらにこの壁画を、まあ、見たら、今度左側この帯カーテンの後ろに実はですね、これ3つ目の光る箱があります。はい、でそうすると今度はこのまま真ん中のタワーですね、あれの、はい、ここの上にですね入りたいわけです。これで4つ目、これ4つ目の光る箱ですね。で、あー、相方がもう次のやつオープンしちゃいましたね。本当はここでクジラに乗りたかったんですよ。今のタイミングでジャストミートクジラに乗れたんですけどね、まあいいです。でここで相方が今オープンかけたので、先進みましょう。一応もうここで必要なものは、まあ取ったと言えるんですが、あともう一個トロフィーに関わるものがですね、あともう一個あるんですよね。それが一番ちょっと難しいかもしれないです。はい、ここもオープンをかけます。そしたらですね、下に降りるんです。これ下に降りちゃうと、もうほぼ相方、え、どこに行くのみたいな感じになって、別れ離れになっちゃいますね。でどんどん下に落ちてってですね、このちょうど2階に当たる場所の、タワーの中に入りたいんです。でどん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 落ちていきます。はい、ここですね。ここに
このなんか原始生物なるなんかいるんですよ。これがこれと出会うと、トロフィーもらえます。今のようにあの全部ここのステージのあの壁画全部オープンかけてエネルギーフィールドマックスにした状態で潜るとっていう状態にしないと先ほどの原始生物なるものとは出会えません。これが終わったらもう多分相方いないだろうな。これやるとねもう相方とは離れ離れですね。どこ行くんだお前みたいな感じになっちゃうんで見当たらないですね。もうしょうがない。ここちょっとね本当は2人でここ到達するとちょっと感動的なんですけどね。はい、じゃあ1人で到達しました。ここでなんか今までの道のりの、見直しとあと今後来る、試練ですね、それが見れます。ここはなんか大事な神殿か何かですかね。ちょっとすごいですよ。この360度のこの壁画で、あの今まで来た道のりを描かれていますね。で、相方がいるとこのようにこう2人、1人の時は1人、2人の時は2人ですね。一緒に来れるとずっとこれ2人でなんかいい感じな絵になるんですよね。これが。はい、最後残念ながら一人でこれから試練に向かうわけです。一応最終ステージと言ってもいいですね。はい、これでこのステージも終わっていよいよあの山のふもとに来たわけなので、こっから雪山を登る試練が待ってるわけです。では最終ステージに向けて進みます。このステージはこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。